ということで皆さん、最新257話見ましたでしょうか。弾薬57話を一言ですれば、虎杖の秘密解明でしょうか。衝撃の展開でエピソードレンドにも呪術廻戦が乗るほどエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新257話について徹底考察したいと思います。本考察動画は本誌単行本で弾薬57話を見た方への内容になりますので、必ず一度読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第257話のタイトルは神外魔境新宿決戦29。前回第256話では宿儺がまさかの連続国戦、水心の呪力出力が戻りつつあり、五条たちが削ったダメージが回復してきている一方で、主人公虎杖も渾身の国戦を放つ。さらには覚醒の2文字がはっきりと書かれました。そんな中、注目の第257話は長らく謎に包まれていた虎杖の出世の秘密が一部明らかになり、虎杖の国戦ラッシュ、赤血槍術に加え水心も駆使し、ついに呪いの王に届きうる潜在能力を発揮。そんな第257話の考察テーマを聞く、虎杖の出世の秘密判明、宿儺の忌み子はやはり双子、黒い火花に愛された虎杖、井の抱く超ファインプレー、虎杖の水師、今後の展開。それでは考察をお楽しみください。長らく謎のまま放置されてきた虎杖の出世の秘密。母虎杖香織が賢者に乗っ取られたので、虎杖の出世時点で何らかの細工がされていることが確定したんですけども、今回でついに虎杖の出世の秘密について語られました。おそらく継がった相手が俺の片割れの生まれ変わり、魂が同じと見た宿儺様の片割れでございますか。俺は双子で生まれる運命を退けたのだ。まず虎杖の出世の秘密を語る前に、宿儺が双子であったという真実を語ります。どうやら母の腹の中にいた時に双子の片割れを食うことで飢えることをしのいで、宿儺だけ双子の片割れを犠牲にすることで生まれてきたんです。宿儺が双子である可能性についてはこのチャンネルでも何度も触れてきましたよね。宿儺が双子であるその根拠としては、第237話の貸し物問いに対し忌み子であったと述べていたこと、貝の栄称でつがいという言葉が使われていたこと、宿儺の腕4本に目が4つという異形の体が結合ソーセージを想起させることなどなど、様々な伏線が張られていたんですけども、宿儺が犠牲にした双子の片割れ、その魂が巡り巡って虎杖人として転生したんです。よって宿儺の双子の生まれ変わりこそ虎杖人であり、宿儺の片割れと賢者の子こそ虎杖有事だったということになります。つまり魂の側面だけで言えば、虎杖は宿儺の甥っ子です。おそらく自分の双子の片割れだった人物と女性の体を乗っ取ってまで子を作ろうとしたことこそ、第214話で宿儺の口によって語られた賢者の行った気色の悪いことに該当。そして虎杖に何かしらの宿儺の要素が取り入れられていることは、こちらも過去動画で考察できました。賢者が宿儺の一部を使い虎杖を生んだのではという考察です。つまり1000年前の呪物化の契約の時に、賢者は呪物化の対価として宿儺の遺伝子や一部を要求した。そして賢者は天元と日本人の超重複同化を行う上で、五条を倒すために宿儺の助力が必要になった。よって賢者は虎杖香織の体を乗っ取り、対価として手に入れた宿儺の一部を使ってお腹の子に再複合し、宿儺の器、つまり虎杖有事を生んだんです。なぜこう言えるかというと、宿儺の器を作るためには宿儺の要素や一部が不可欠だからです。思考を絞らず自身も巻き込む無制限の紫の割にはダメージに差が出たね。やっぱ自分の呪力っていうのが大きいのかな。その根拠となるのが第235話の五条のセリフ。五条は自分を巻き込む形で挙式紫を発動しましたが、爆発の中心地にいた五条は軽傷で済んでいます。こっから自分の呪力は自分自身に効力が薄いことが考えられます。と考えると、宿儺の呪力に耐性があるのも宿儺自身。よって虎杖がですね、宿儺の檻として完全に機能し得る理由こそ、虎杖に宿儺の一部が入り宿儺化していて、宿儺の呪力に耐性があるからだと言えるんです。そして呪術に造形が深い賢者ならば、自分の呪力が自分に効力が薄いという法則を知っていて、それを利用し宿儺の一部を使って器となる虎杖を作り出した。実際の真実としては、虎杖人こそが宿儺の双子であり、その息子こそ虎杖だったというわけですが、細部は違えど虎杖に宿儺の要素があるという考察は見事的中してましたね。また今回宿儺が双子として生まれる運命を退けたと表現していることにも注目したいところです。そういう利害がいちいち成立しないのよ、私たちの場合に。だって一卵性双生児は呪術では同一人物として扱われるから。第149話、一卵性双生児の双子は同一人物として扱われることが明かされています。宿儺の双子の片割れ、つまり虎杖人の転生前が弱く、呪術的な才能に恵まれずに平安時代に生まれていたとしたら、宿儺も双子の片割れに引っ張られる形で大幅な弱体化をしていた。よって宿儺を史上最強の呪いのをたらしめていたのは
は本人の実力もさることながら双子の片割れを生まれる前に食い殺していたからだったんです。また今回の新事実からですね、賢者の発言の真意についてもある程度読み取れそうです。虎杖悠仁は始まりの呪しなんだ。あれが少なと生き続ける限り呪いの連鎖は止まらない。新時代の台風の目なんだ。第203話、賢者のこのセリフですが、虎杖は生まれながらに宿儺の指が封印されており、宿儺の双子の片割れの息子であることから、やはり賢者が虎杖を作った目的は宿儺の器のみならず、虎杖を宿儺の呪力に浸すことで宿儺に匹敵する潜在能力を引き出し、第二の宿儺を作り出すという別の目的もあったのかもしれません。ちなみに余談ですが、虎杖に指が封印されていたというところに疑問が残るため、こちらについても考察します。お前も知ってる通り、虎杖悠仁には死滅回遊のプレイヤーとして生まれながらに呪物が封印されていた。裏梅は決戦前に宿儺の指を探し回っていましたよね。しかし最後の一本は見つけられず、最後の一本は五条が持っていると宿儺は推察し、その指は現状乙骨の水氏をコピーするために理科に取り込まれています。つまり五条が持っていた指とは関係ありません。では虎杖にですね、封印された指の行方は様々な解釈があると思いますが、有力なのは第212話で宿儺が虎杖から抜け出した時に一緒に伏黒へ移植されたという線です。つまり虎杖の中には死滅回遊時点で15本ではなく、正確には16本分の指があったんです。なぜこう考えられるかというと、死滅回遊時点で虎杖はプレイヤーとして数えられていたので、虎杖は死滅回遊の開始時までずっと封印された指を宿していたことがわかります。では具体的にはいつ取り込んだのか。宿儺は生まれながらにと言ってるので、虎杖は出生した瞬間に宿儺の指を取り込まされたんだと読み取れます。そして五条が陸眼でこのことに気づけなかったのも封印されていたことが原因でしょう。そして第136話にて賢者が呪物たちの封印を解いた時に、一緒に虎杖の中に封印されていた指の力も解放された。こう考えると辻褄がいます。また虎杖が死滅回遊のプレイヤーとして登録されている矛盾については伏黒が触れていました。いや、おかしいだろ、なんで虎杖がもうプレイヤーとしてカウントされてんだ。死滅回遊ではですね、コロニーに侵入した瞬間にプレイヤーとしてカウントされ始めます。しかし虎杖は第158話ではまだコロニーに入っていません。この伏黒の疑問に対し、虎杖は宿儺も賢者と契約し呪物化した術師であるという推測を立てています。ですが宿儺が死滅回遊のプレイヤーだったとしても、虎杖は自分の意思で宿儺の指を取り込んだため、賢者に呪物を取り込まされた者には該当せず、虎杖がプレイヤーとしてカウントされているのはおかしな話。その矛盾の答えこそ、虎杖は生まれた瞬間から宿儺の指を取り込まされており、宿儺の受肉体として賢者に作成された器だったからなんです。つまり虎杖の宿儺の器としての異常な強度の正体は、宿儺の双子の片割れの息子だったから、生まれた直後に宿儺の指を取り込まされていたからと考えられるんです。宿儺の意味語発見がやはり双子を指していた事実が判明したので、ぼかされていた宿儺の謎についてある程度情報が開示されました。まず宿儺の肉体的特徴について、先ほども触れたように宿儺は人間であるにもかかわらず4本の腕に4つの目、そして2つの口という異形の姿をしています。この異形体こそ双子の片割れを取り込んだ影響によるものであると解釈できます。そしてより具体的に言うならば、おそらく宿儺は結合双生児です。一卵性双生児の発生において、受精後13日以降に受精卵の分裂が起きた場合、双子の肉体や体の組織が結合してしまうことがあるんですけれども、宿儺がこれに該当するならば、腹部についている口や顔の右側についているいびつなお面、そして4本のうち2本の腕などは双子の片割れを取り込んだことで生じた影響。宿儺は腹の中で片割れを食ってやったと表現していますが、宿儺は何かと食事や料理に物を例えた言い方をすることが多く、食ってやったという発言も食べ物のように実際に食べたわけではなく、術的な要素によってですね、正確には取り込み一つとなり相手を殺してやったという意味です。実際イギリスでは結合創生児を分離しなければ両方死ぬという理由から、片方を犠牲にした上で片方を救うという双子の分離が認められたケースがあるそうなので、宿儺もですね、母のお腹にいる時に双子の片割れを取り込み同化し、意図的に結合双生児となり片方の命を殺したんだと考えられます。そして宿儺が結合双生児であると、宿儺はですね、双子が一つに融合した存在であり、そのため術式も二つ持っている可能性があります。虎杖は受胎創図の4番から9番を取り込んだことで赤血素術を習得したように、宿儺も片割れを取り込み同化したことで片割れの術式を得た。よって未だ不明なままである宿儺の奥の手ボックスガは、もしかすると宿儺の片割れの術式である可能性も見過ごせません。前回に気づいて虎杖の黒線ラッシュが止まらないですよね。しかし黒線は狙って発動できない超希少現象だったんですけども、そこで前回深掘りされた黒線の設定をもう一度まとめます。黒線は呪力と打撃の誤差が 0.00001 秒以内だと発生する空間の歪みですが、実はそれだけでは黒線発動には不十分だったんです。まず鍵となるのが3つの呪力のブレンド比率。打撃の時に発生する呪力は拳を強化する呪力、相手にぶつける呪力、その両方を担う呪力、この3つがありですね、3つの呪力のブレンド加減によっても
ても黒線は出たり出なかったりするよ。しかもこの3パターンの呪力の最適なブレンド加減はその時々の調子や相手の呪力に左右される。つまり決まったブレンドで出せばいいというものでもないんです。加えて黒線とは空間に関する現象なので、気温や湿度といった外的要因も重要だと五条は推測。つまり黒線の発動条件は五条が推察している限りでは、呪力と打撃の誤差が 0.00001 秒以内であること、打撃の際の3種類の呪力のブレンド、気候や湿度といった外的要因、この3つが最低条件として存在し、さらにこれに加え様々な条件が無数に存在して、五条といえど全ての発生条件を把握できてないんです。そして陸眼による緻密な呪力操作により、1つ目の呪力と打撃の誤差が 0.00001 秒以内であるという条件をですね満たせる五条であっても、2つ目の呪力のブレンドや3つ目の気温や湿度といった条件をですね満たせるとは限らず、まさしく運も含めて全ての要素が完璧に噛み合った時にしか発生しない超希少現象。さらに五条が本気で戦う場合、皆さんもご存知のですね青パンチ、すなわち青の収束反応を拳に合わせて打撃を強化させているため、無加減術の操作もそこに加わってくるんです。呪力の流れを極めて詳細に観察できる陸眼をもってしても、これらの細やかな発生条件を全て意図的に乱すことは不可能なので、五条悟の実践における黒線発動は運次第なんです。よって打撃に複雑な呪力操作を絡めない七海健人の方が五条悟を超える連続黒線記録を持っていたんです。このように五条ですらも簡単に発動できない黒線を前回も含めると8回連続で叩き出す虎取り。こいつさっきから当然のように黒線をこのまま並ぶ気か俺に。その威力回数ともに宿儺ですら焦らせるほどなんです。また黒線を4連続で決めた五条は反転術式の出力を取り戻して、宿儺は術式の出力と大幅な身体能力の向上を見せましたよね。このように黒線は1回だけ決めるとゾーンに突入するだけではなく、連続して回数を重ねるごとにさらにバフがかかっていくと推測できます。よってですね8連続という黒線最高記録を叩き出した虎取も8回の黒線によるですね超強化がされ、潜在能力が全解放されるんです。現時点で虎取の水氏の斬撃の威力は宿儺に小バカにされる程度の出力でしたが、今回の黒線ラッシュによってざっと考えられるのは、1つ目に宿儺に並ぶほどの斬撃威力の上昇、2つ目に赤血素術の性能向上、3つ目に基礎体術の飛躍的な向上、4つ目に呪力出力の増加、このうちいずれかの強化が期待できます。よって次回以降では宿儺に匹敵する潜在能力を全解放した虎取と呪いの宿儺の両者水氏での斬撃勝負が見られるかもしれません。虎取の活躍が際立っていましたが、地味に猪卓馬の活躍も見過ごせません。今回で猪卓馬の術式来訪随従に関しても全ての能力が出揃いました。来訪随従は猪自らが顔を隠し霊媒となることで4種の式紙を下ろして戦う術式です。4種のうち3種、海地は追尾するドリル型のフォーミング弾を射出する能力、霊気は呪力の水をまとい滑るような高速移動を可能とする能力、キリンは脳内麻薬を分泌し痛覚を遮断する能力でしたよね。そして今回明かされた最強の4番竜は、猪曰く竜を目ににして生き延びた者はいないと言われるですね来訪随従の奥義。竜の能力はその名の通り巨大な竜を顕現させる力であり、これはですね来訪随従の元ネタ随従の竜そのものだと思われます。随従は古代中国でこの世の動物の長とされていた特殊な伝説上の動物で、随従の竜は角は鹿、頭はラクダ、目はウサギ、胴体は蛇、腹は神、背中の鱗は鯉、爪は鷹、手のひらは虎、耳は牛、口の周りにはヒゲを蓄えて、喉下には激鱗があり、顎下に宝珠を持つと言われています。宣言した瞬間に宿儺により切り刻まれ無力化していますが、宿儺を思い切り叩きつける速度と威力があり、なかなかに強力そうですし、伊能はですねこの戦いの間ずっとキリンを使用し続けることで痛覚をオフにさせていたんです。そして呪術だけでなくですね、決戦前の第222話で伊能が五条に会いに行った理由も明かされました。それにマジな話、七海はお前を一番信用してたよ。どうやら伊能は七海のナタを自分が使用していいかどうかをですね七海の旧友五条らにですね相談しに行っていたんです。そして伊能は頭角地方が宿ったナタを投擲し、虎取が宿儺に黒線を当てる隙を作るというファインプレーを、そして第256話でラルーがハートキャッチで宿儺の心をつかみ隙を作ったように、猪も地味ながらですねかなりの活躍を見せました。隙も作れねえ、 100% 瞬殺されるやつ前線に出して何の意味があるんだよ。第244話で坂部が語った通り、猪も力不足ながらも前線に飛び出していて、文字通り宿儺の隙を作る役割を果たしていたので、それなりの活躍を見せましたし、格上の宿儺に必死に食らいついていくこの格こそ、亡き師である七海が猪を信頼していた大きな理由だったのではないでしょうか。
そして今回注目したいポイントは板取りの水氏の使用。これは作中に明確に伏線がいくつも張り巡らされていましたし、僕も含めてですが皆さんも期待していたんじゃないでしょうか。ついにそれが実現。ではようやく解禁された板取りの水氏について触れます。第257話では板取りは柱に手を触れることで水氏の斬撃を発動。発動シーンの描写をよく見ると柱には切り取り線のようなですねハサミのマークと点線が浮かび上がり、その点線に沿って切断されています。一方スクナの水氏の斬撃回8は発動時に点線が出現することはない。いわば板取り版水氏は切り取り線に沿って物体を切り取る術式です。多少おまぬけに見えますが板取りらしいといえばらしいですよね。時代や扱う術師の表層によって多少の差異は出るが、なんともまぬけだな。覚えたてで出力も低い今のこの当て感の方がよほど厄介だ。ビョロツと舞のように同じ構築術式でも使い手の呪力僧侶や出力連動によりはですね全く威力が違うことについては描かれましたが、使用者によって術式自体にも差異が出てくるんです。時代や術者の変化が術式にも影響を及ぼす可能性については今思えば過去の時点で明かされていました。昔流行った呪いのビデオとかさ、時代が進めば呪術だってニューテクと絡むことがある。それが術式にまで及ぶと星はうるせえのよ。金ちゃんの術式はその典型だからね。第155話でのこのパンダと星キララのやり取りの意味は、術者のイメージや時代の変化によって術式に差異が現れることです。つまり今回の板取りの水氏のようなケースを想定した話だったんです。それに術者の表彰や時代の変化によりですね術式に差異が現れるケースは板取りの水氏だけではありません。この典型例として紹介されていたハカリの座殺爆と、ここにも歴史が浅く善意の人の代でブラッシュアップされた投射呪法などその一つなのでしょう。つまりですねハカリの座殺爆となどは本来はパチンコの術式ではなく単なる掛け事や賭博に関連した術式であり、それをハカリはパチンコとイメージ解釈したことで私鉄純愛列車のパチンコ術式に化したと考えられます。またナオビトの投射呪法も同様に元は映像媒体やカメラから派生したもので、それをナオビトがアニメのフレームとしてイメージしたことで1秒を24分割し作った動きをトレースする能力にグレードアップした。このように公式ファンブックに記載されています。よって板取りも水氏を切断斬撃という特性から切り取るイメージのハサミとして解釈したことで切り取り線に沿う形で水氏が発動する。このように術式の現れ方がスクナとは違った形で変化したんです。故にですね水氏は板取りのイメージによって術式の現れ方だけではなく少しばかり性能も変化している可能性があります。よって板取りの水氏はスクナとは少し違った特性や性能を持ち、カイハチとはキエイトウの異なる別の種類の斬撃能力があるんです。今回で伏せられていた謎がかなり解明され、今後の展開が明るみになりました。板取りの術式は1つ目に受体駆走図4番から9番の赤血槽術、2つ目にスクナの受肉体として刻まれていた水氏、この2つです。となると板取りが草壁との稽古で使用していた入れ替わりや変化した腕の正体は一体何なのかということです。今回でですね現在板取り有事の中には2つの術式があると明言されたことで、入れ替わりと変化した腕は術式ではないことが確定。よって入れ替わりの能力は進化下流や結界術などの後天的な努力によって得られる技術、そして変化した腕は呪具などの装着やクソーズまたはクソーズ以外にイタドリが取り込んだ呪物による影響であることが予想されます。また他に考えられる説としては水氏自体に入れ替わりと変化した腕の能力が含まれている可能性ですが、イタドリと同じく水氏を持つスクナが入れ替わりを使用したシーンは見られないため可能性としては薄そうです。何はともあれイタドリの覚醒に伴ってこれらの手札も近いうちに明かされるでしょう。そして次回以降の展開としては連続国戦を決めたイタドリには潜在能力を全開放したバフがかかって、対してスクナは大きな損傷を負っていますしかなり余裕がなくなってきている。よって裏目が第252話で語っていたスクナの本気が垣間見え、満を持しての風化が解禁、形勢が一気に逆転するという展開が訪れると思われます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。